はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、便秘改善に効果的な腸腰筋のストレッチを4種目紹介しようと思います。この腸腰筋のストレッチなんですけども、股関節と脇腹と、あとは太ももの前側も同時に伸ばせますんで、太もも痩せにね、太もも痩せをしたい人にもまあおすすめです。なんで今回4つ紹介しますんで、一緒にやってもらえたらと思います。ではやっていきましょう。はい、まずですね、下にマットか何かあればいいんですけども、ない方はタオルを1枚用意してもらってやっていきます。まずですね、こういう姿勢のままで足を大きく前に出します。この時に手は出してる足の膝の上に置いて、このまましっかりね、前に体重を乗せます。つま先よりも膝が出ていくイメージでしっかり前に、この時に前かがみにならないようにですね、股関節と腸腰筋しっかり伸ばしていきます。息を吐きながらいきます。息を吐きながらしっかり前に行きましょう。手でしっかり膝を押さえてください。まずもう一回です。はい、足を変えます。息を吐きながら5回行きましょう。背筋まっすぐです。1、2、3、4、5。はい、反対いきます。2回ずついきます。1、2、3、4、5。はい、反対いきます。息しっかり吐いてください。1、2、3、4、5。 OK です。じゃあ今度は2つ目いきます。手を組んで手をひっくり返します。これしっかり上に伸ばしながら、下半身は動きは一緒です。1、2、3、4。しっかり上に伸びます。5、反対いきます。しっかり上に伸ばした時に腸腰筋が伸びますので、しっかり背筋を伸ばして上にいきましょう。1、2、3、4、5。はい、もう一回ずついきます。1、2、3、4、5。はい、ラストです。しっかり乗ります。1、2、3、4、5。 OK です。今度は手を伸ばしたまま体を横にひねっていきます、はい、このまま1、2、3、4、5。反対いきます。しっかり上に伸びて1、2、3。肘が曲がらないようにですね、5。はい、反対いきます。1、2、3、4、5。はい、ラストです。1、2、3、4、5。はい、 OK です。今度はですね、手を前に伸ばして体を横に動かしていきます。いきます。1、肘が曲がらないように、2、3、4、5。反対いきます。1、2、3、4、5。反対いきます。1、2、3、4、5。はい、ラストです。1、2、3、4、5。はい、 OK です。お疲れでした。はい、お疲れでした。たったの4種目、5回を左右2セット、
のたったの4種目です。なので時間にしたらですね、たったの80秒です。たったの80秒で毎日頑張ってもらったらですね、太もも痩せとか、あとは脇腹もしっかり伸ばせばね、くびれができてきますし、あとは腸腰筋と股関節しっかりね伸ばしていくと便秘改善にもね効果的なので、ぜひ毎日お風呂上がりにでもやってもらえたらと思います。今日はね簡単なストレッチでしたけども、毎日コツコツやったらですね、太ももの前側とかもねしっかり伸ばせますんで、足も疲れにくくなりますし、あとはねお腹もしっかり伸ばして背筋もしっかり伸ばすんで、姿勢のね改善にも辛くないことなので、頑張ってもらえたらと思います。今日もご視聴ありがとうございました。説明欄にブログのリンク、太もも痩せのね効果的な記事を載せてますんで、よかったらご覧ください。今日もご視聴ありがとうございました。